式会社がお送りします。今日は秋野菜たっぷりのスープカレー、ある魔法のアイテムで味の深みが一気に増しちゃうんです。天谷調理製菓専門学校の協力をいただき、エルパ内のシェアキッチンフーディーズハブからお届けしています。今日は岡島先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回はスープカレーということで、はい、秋の新米と一緒に食べたらたまらなそうですね。はい、そうですね。スパイスも入っていますので、ご飯との相性もバッチリです。では早速作っていきましょう。ではまずさつまいもと里芋とかぼちゃのアク抜きをしていきたいと思います。さつまいもの方ですね、こちらちょっと両端を落としていただいて、で、少し厚めに輪切りにしていきます。はい、まあ、2センチぐらいですかね。ちょっとこの辺は大きいので半分に切りましょうか。はい、そして水の中に落としていきます。次に里芋です。今日はちょっと粗い芋じゃなくて皮を剥いてしまいます。かぼちゃはですね、中の種とちょっと柔らかいところはスプーンできれいに取り除いてください。でこれもですね、だいたい一口大に切っておきます。この角のところをですね、こう面取りして置いていただくと煮崩れしにくいですね。ちょっと混ぜてですね、はい、全体にこう水が行き渡るようにしてアクが抜けるようにしてます。5分から7、8分置いて、その後水気を切っておいてください。続いて人参1本を一口大の乱切りに、玉ねぎ1/2個を大きめのくし形切りにしましょう。最後の方に春菊を入れるんですけど、こちらは塩少々入れたお湯でさっと固めに入れるだけです。はい、春菊 50g です。その後冷水にとって水気を絞っておきます。では次にお肉の方を下処理していきましょう。ここでマージカル、手羽元の魔法で出汁が効いた本格スープカレーになっちゃうんです。柔らかい手羽元は骨もついていて美味しい出汁が取れるんですよ。こちら手羽元ですよね。手羽元8本です。食べやすいようにちょっと骨を避けるようにですね、左右の方からちょっと切り込んで、広げてください。はい、はい、そしてこう包丁の先でちょっとこうつついて味の染み込みがいいようにしてください。ちょっと骨が見えるようにこう開いて、そう、はい、で切り込みを入れる、はいはい、骨の周りにね、美味しいこう出汁が取れるものがありますのでね、塩コショウ、そしてカレー粉大さじ1杯分混ぜ合わせて下味をつけておきましょう。こうやってちょっとね、揉んでいただいて、全体にカレー粉がまぶされるようにしておきます。そして、下味のつけた手羽元を皮の方から焼いていきましょう。オリーブオイル大さじ1を入れ、手羽元の両面にこんがりと焼き色がつけば OK。 スープカレーの香ばしさが増しますよ。続いてスパイスとそれから野菜を炒めていきます。同じフライパンを使います。こちらにオリーブオイル2を足します。はい、オリーブオイル大さじ2です。そしてそこにおろしニンニク、ニンニク1かけ、おろし生姜、生姜 10g、 ドライバジル、ドライバジル小さじ1です。はい、ほう、弱火で香りをつけます。弱火でね。はい、そしたらここに野菜を入れていきます。強火で今度は、炒めていきます。油が全体に馴染んできたら、さらにスパイスを効かせるためにカレー粉を加えます。カレー粉大さじ1です。火加減をちょっと落として、またこのスパイシーな香りを引き立てましょう。ここに先ほど一旦取り出した鶏肉を入れます。はい、手羽元を投入。トマトジュースを入れます。トマトジュース 100ml です。トマトジュース入れるんですね。はい、そうなんです。ちょっと酸味がある方がいいですし、またお肉も柔らかくなるんですよね。はい、でここにチキンブイヨンをたっぷりと入れていきましょう。温めておいたチキンブイヨンを1リットル入れます。はい、煮立つのを待ちましょう。煮立ってくると泡が出ますね。その泡はアクになりますので、きれいに取りましょう。アクを取ったら
蓋を少しずらした状態で弱火で20分ほどコトコトと煮込みます。最後はガラムマサラ適量で甘みと香りをプラスし、春菊とゆで卵を添えたら完成です。スパイスのいい香りがしています。新米と一緒にいただきます。はい、先生、手羽元の出汁がとっても効いていて、そこに野菜の甘みとあとスパイスもよく合っています。ご飯との相性抜群ですね。スパイスのおかげもあって、体がポカポカ今しています。はい、後味がすごく爽やかなんですけど、これはドライバジルが効いているんですかね。そうですね、あとニンニクとか生姜とかそういう発汗作用のものが、ね、あるので、本当に体の内から温まるスープでした。はい、美味しかったです。秋野菜たっぷりのスープカレー、材料のおさらいです。材料は4人分です。今日紹介したレシピは FBCI と FBC アプリでも公開しています。ぜひチェックして皆さんも作ってみてください。今日は手羽元の魔法で出汁が効いた本格スープカレーになっちゃいました。ほんとマジカル。